決まりじゃん。サラマメラジオ始まるよ。猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、2匹合わせて空豆。皆さんこんにちは。8月2日木曜日、サラマメラジオ始まりました。泣き虫サミシンガーのゆうきとチェリー味のキャンティでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。皆さん今日はいかがお過ごしですかね。沖縄は朝はすごい雨が降っててね、雷ゴロゴロしてたんですけど、はい、今はまあなんとなく晴れてますね。そうですね。まあでも雲は多いけど、雲は多いですからね。いいぐらいな気温ですね、はい、沖縄の夏にしては。まあ、でも最近ね、あの海からの水蒸気が多いらしいですからね。そうなの？突然の雨にはご注意ください。あ、なるほど。じゃあ海からあの何蒸発した水が雲になり、はい、また雨になり、そうですそうです、戻ってくるという。そうですそうです。なるほど、ね。だから暑いから、あの暑さも影響してるみたいですね、やはり、うんうん。であとは今年はちょっと異常気象で、あ、そうなの。北極の方の、うんうん、あの高気圧、熱波がですね、世界的に影響を与えているので、わお、ヨーロッパとか50度いくらしいですからね。一部地域50度、50度溶けない人間。いや大変だと思いますよね。暑いね。あの車のタイヤとかパンクするそうですね、暑さで。はい、あれだよね、道路とかも溶けるよね。そうですそうですそうです。アスファルトも溶けると思います。大変、お気をつけください、ね、本当に。日本はね、なんか京都が38度ぐらいだったってね、今日のニュースで見たけど、38度でもええってなるのに、はい、50度って恐ろしいです。うん、もうね、そんな暑い中、暑い中、そら豆ラジオでは、はい、爽やかにお伝えしたいと思いますけどね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてツイキャスでも雨男レイニーさん始まったって可愛い顔文字と一緒にありがとうございます。ありがとうございます。で、大塚健二さん、先週と同じギリで入ってこないとお笑いの基本ですよ。私お笑い芸人じゃないし。あ、違ったんですか。なんならもう遅刻のこととかちょっともう頭から抜けてました。そんなこともありましたね。そんな過去は捨て去りたい。そうですね、やっぱちょっとね、黒い歴史は早く消しゴムで消しちゃわないと。まあね、まあ、あの後本気でへこんでましたからね。あ、そうそうそう、一応へこんでる素振りをしといた。ごめんって、ケンジさんが。いやいや、まあね、まあまあまあ、そんなこともありましたよ。なんかすごい、でも先週の出来事、先週が1ヶ月前ぐらいに感じるぐらい、なんかこの1週間私長かったんですけどね。なんだろう、なんでだろう。で、シュプリームさん、そらまめ、そらちゃん、まめくん、こんにちは。旗の下がポロです。もうどういうこと。どういうことや。シュプリームさん、スクワットミュージシャンやろ。そうですね、私スクワットミュージシャンなんで。そうですよ、やらないけど。やってくださいよ。もういつ、そろそろ曲作らないといけないかな。そうです、スクワット、スクワット。でもみんながね、それにはみんながちょっとライブに来てくれて、スクワットコールしてもらわないと。まあ、リスナーの皆さんがね。そう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 、待ってまーす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 。次は9月1日だよ、そら豆ライブ。はい、そう。それでね、今日のまたそら豆川柳もお題は先週と引き続きお祭りで、また番組の後半にやろうと思うんですけど、はい、まあ、先週はねちょっとね、下のね川柳が多かったですよね。まあ多かったですね。そうそうそう、だからね、ちょっと今週はちょっとピュアでキュンキュンするような川柳欲しいなって思ってるので、皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。はい、なんでシュプリームさんが来年はスクワットミュージシャンとしてフジロックに出よう。いいね、出れるかな。いいんじゃない。いいですね、スクワットしながら。あの注目度はあるよね。そうですね、うんうん、
あでもねこのそうそうロックフェスといえばあの先週私あのシーポートのお祭りのライブに初めて参戦してきたんですよ。めっちゃ楽しかった。どうでした雰囲気は？あのねやっぱ外じゃん、開放感にあふれ声がどこまでも飛んでいく感じ最高だった。でもねリハが1時とか2時ぐらいから始まったんですけどもう暑くて暑くてたまらない、溶けました。まあ日中はねとんでもないですよね。そうもうみんなね死んでましたねアーティスト、あの時間、まあそれそうでしょう。ほんとほんと。で結局2時半ぐらいに私はリハして、あの本番がね7時前だったんですよ、はい、でこの空き時間もねどうするってなって、あの茶壇にあのリンケンバンドのリンケンさんのお店があるんですけど、そこにちょっとお邪魔してスタジオ見学させてもらったり、なんかライブ会場見せてもらって、なんか社会見学気分で、小学生の時の社会見学気分で、あのリュック背負ってあの相方のねあのキーボードの勝志さんと2人リュックを背負い、なんか海歩いてそれをねしかも後ろから隠し撮りされたんですよ。これはファンの方にですか？あいやあのこのライブハウスのモッツのライブハウスのキャンさん、そうそう名前一緒なんですけど、はい、キャンさんに隠し撮りされてて、パッてライン開いたらもうなんかこのリュック背負った2人の写真があって、うえみたいな、いつ撮ったんだと思って、いやお前電話したのに撮らないからもう写真撮って送ったよって言われてそうそうすごいなんか面白い構図になってました、ね、あーそれちょっと見たいですね。見たい、なんかもう大の大人がね、はい、なんか何してんのみたいな、じゃあ見る。でもちょっとねラジオの人見れないからあれだね。そうですね、また後ほど、そうだね後で見せていただければと。ツイキャスの人は見れるかな。そう、そしてまた金曜日には何あれがあったよ、バンターハウスでライブがあって。バンターハウスで、うん、そうバンターハウス、あの那覇にあるバンターハウスが閉まっちゃうんですよ8月いっぱいで。うん、まあそうでしたよね確かね。そう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 、それでなんだろう、みんなでありがとうを込めてライブしようっていうライブがあり、まあライブしたんですけども、私は涙をこらえながら MC をして、はい、まあ泣かずには済んだんですけどね。でもこの時もまた本番直前まで私一生懸命珍しく MC 考えてて、はい、それも隠し撮りされましたなんか最近ちょっと危険、撮られてばっかりですね、うん、ちょっと背後危険、目つけとかんといけない。文春さんここにいる人いますよでもね撮られるってことはねそれほどね見られてる、そうですよ、注目されてるということですからね。そう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 、嬉しいよね、前向きに捉えていきましょうか、うん、しかもさ聞いて、ちょっと話止まらないんだけど、はい、昨日さなんかめっちゃトンボ飛んでたの分かります？トンボ、トンボ今日も飛んでるんだけど、あの多分みんな外運転してたり歩いたりしてる人分かると思うんですけど、めっちゃトンボ飛んでるんですよ。そうですね、多いですね、うん、で昨日私うるま市運転してたら、なんかパッて助手席見たらトンボが一匹いるんですよ。はいはいはい、みたいな、いつ入ってきたのと思って、はい、でしかももう動かないんですよ。死んでるのって思いつつの、もうなんか触れることもできず見ることもできず、とりあえずそっとこのカバンで隠して姿を見えないようにして、でもそこからうるま市から宜野湾市までトンボとドライブデートして、一瞬たりとも動かなかったんですよこのトンボそれもそれで怖いじゃないですか。いやトンボってなかなか動かないですよ。いやいや、あんなパタ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 動き回ってるじゃないですか。いやなんか止まったら動かないんですよあいつは、なんかもう死んでると思って、なんかもういや死骸も嫌じゃんって思いながら、はい、で落ち着いて、で家族全員に電話しても取らなくて、はい、これ一人で何、一応車から出さないとまた車のねどこ行くか分かんないじゃないですか。でお母さんがちょうど帰ってきたんで、お母さんにお母さん取ってっつってトンボ取ってもらって、で生きてたんですよ。いやそれそうと思いますよ生きてるから入ってきてるんじゃないですかだって動かなかったもん。いやあなたの車今窓開けてるんですから生きてるのしか入ってこないでしょうもうてかなんで入ってきたって思いませんそもそもそれを言うならあれですよ、ここですよ FM ギノワン。何あの一昨日、うん、僕あの夜の片付けしてる時に、うんうん、なんかすごいガサ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 って聞こえるんで何の音かなと思ってずっと気になってたら、まあ、最初そう思ったんですよね、うんうん、でもしたら歯音がすごいんで、うん、いやこれ G じゃねえなと、うんうん、セミ
セミかなと、そうなんですよ。だからあのメスのセミって鳴かないじゃないですか。だからメスのセミが入って暴れてんだなって思ってパッて見たら、うん、一生懸命蛍光灯にアタックしてるトンボでした。トンボ、あ、トンボガサ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 、なんだろうね、トンボちゃんたち大量発生。でもなんか台風の前とか多いっていうよね。あの雨が降ってるからだと思いますよ。あ、そうなの。あの水たまりがあちこちあるんですよ。そういう時に、それから孵化して、はい、そういう、待ってんの。そうです、そうです。でもね、トンボってあれらしいね、縁起がいい。そうですよ、らしいね。縁起いいですよ。ってことはなんかいいことあるのかなと思いますよ。なんかすごい、なんかトンボはこの水で育って空に帰るから、はい、すごい変化のあるなんか動物らしい。動物です、はい。なんか そういうトンボと縁があったら大きいいい変化があるっていう前兆らしいっていうのを聞いてちょっと安心しました。そしてあのトンボ自体もゴキブリと同じぐらい歴史の深い昆虫の一つですからね。そうなの。恐竜、ゴキブリと一緒、恐竜時代からいる生物ですよ。でも結構なんかいいやつみたいですね、トンボ調べたら、はい。まあ、なんかあまりもうトンボ怖すぎて調べたけど、蝶々と同じぐらいなんかすごい波動も高くてなんか素晴らしい動物、あの虫ですって書かれてたから、一応ちょっと安心しました。それに今のトンボって可愛いんですよ。昔のトンボに比べたら変わる。昔のトンボはなんと直径が50センチ以上、1メーターに行くものもありました。嘘でしょ。本当です。嘘だよ。昔は超巨大。昔って何、その恐竜時代とかの話。そうです、大昔です。ああ、もうむしろ恐竜みたいな。いや、もう本当にああいう時代にはすごい巨大化してたらしいですからね。ああ、もうすべてがでかいんだ。はい、そうだよね、恐竜もあんなでかいもんね。そうなんです。恐ろしい。なんであんなに巨大になってるかっていうのは、うん、未だに論争の絶えないものですけどね。酸素濃度だったりいろいろ言われてはいるんですけど、ね、天敵がいなかったとか。はい、まあ、天敵よりはそれはないか、なんかいろいろ外的要因で大きく、まあ、生物全体大きいことが多かったんで、なんかそういう要素があったんだろうって言われてますけど、そうなんだね。確たる証拠は未だにないですね。でもあのトンボがさ、50センチとか1メートルって辛いな、ね、なかなか大変ですよね。シュプリームさん、なんで半泣きしながら車を運転したの？牛の匂いがきつかった。ちゃうよ、トンボがいたから半泣きしてたの。そう、あのツイッターとかね、フェイスブックにもこのトンボのことを上げてたんですよね、記事を。私は半泣きしながら運転してますとね、してましたと。マスオさん、おばんです。マスオです。いいね、おばんって。トンボ肉食、あー嫌だよ、怖いよ。雨男レイニーさん、トンボは野球場にたくさんいるよね、グラウンド整備の必需品。必需品なの。あれですよ。あれトンボっていうの。トンボって言います。あの砂を鳴らすための。あ、そうなの。はい、ちょうどさ、今日テレビで見てたのよ、あの朝昼かな、あれ、あのなんかベイスターズの野球のなんか特集やってて、はい、あの土を一生懸命鳴らしてて、グラウンド整備の人が。あれだよね。そうです、そうです。トンボって整備器具ねって。あの陸上競技でもですね、あの走り幅跳びとかにはすごい必須なアイテムですね。そうなんだ。トンボの上手い下手でこの役員のあれが分かります。そうなんだ、質が分かります。上手いとか下手とかあるの。何何ありますよ、もちろん。土の鳴らし方ってこと。はい。へー、もう本当に線も残らない、綺麗にピタってできる人でできますからね。神経質かどうかの問題じゃなく、じゃなくやっぱりこの技術があるんですね、あれも。へー、まあ大体高校生の子たちがやってますけどね。でもなんでトンボって名前なんだろうね。トンボっぽくないよ。トンボみたいに羽広げてる姿に似てるからじゃないですか。似てないよ。なんでこれでしょ、こういうやつでしょ。 T の字ですけどね。なんでトンボっていうのかな、マスオさん。これはリスナーの皆さんに調べていただきましょう。調べれみたいなね。僕はノーコメントで、こんなあのリスナーにプレッシャー与えるようなことしちゃダメですよ、もう本当にダメです、ダメです。僕にはできません、もう。あ、ケンジさん。トンボさばき…てんてんてん、ギター演奏も違うのと同じかと。何、トンボさばきって何。あ、この使うトンボさばきですよ。あ、マスオさん、トンボの全身に似ていることからこの名で呼ばれる。やっぱそうなんだ。ですよ。へー、
ありがとうございますそうそうはい、ということで、進撃のみーちゃんさんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。ゆきちゃん&キャンさん、はい、本日もこんにちは、うん、こんにちは。今日はパソコンの方は大丈夫ですか？大丈夫らしいよ、今日は。あとスクワット、あ、やってないか。やってないね。生放送お疲れ様です。はい。トンボとデート。そう、トンボとデートした。寂しい。寂しすぎ。笑そうなのよね、はい、テーマが引き続きお祭り、うん、お祭りで浴衣を着てると綺麗だな。あ、これはあれですね、川柳ですね。後でまたじゃあ読ませていただきたいと思います。はい、では楽しく聞かせていただきますということで、4つあの川柳来てますんでね、まあ、ありがとうございます、はい、トンボ、そう、寂しいよね。なんか最近よく、まあ、トンボが車に入ってきたり、だってそらちゃんもと、あの、私の車に飛び込んできた猫ちゃんじゃないですか。はい。だからもう友達が、なんかゆうきの車はいろんなものが飛び込んでくるねって言われて、はい、なるほどって思いながら、なんかイケメン王子も飛び込んでこないかななんて思ってるんですけどどうかな。目の前にいるじゃないですか。ダメダメ。え、ダメよね、みんな。え、もっとなんか、どんな、なんだろう、もっとバッサリ否定されたんですけど、僕今もっとなんか、現実離れした王子様っていうか。あ、そう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 、トンボ、マスオさんがね、トンボは勇気と一緒で前にしか進めないって、勝ち虫だから縁起がいいんだよって。そう、私もそれ初めて知って、昨日調べてたら前にしか進めないんですね。パックできないです。あの、羽の構造上ですね。ああ、そうなんだ。はい。じゃあ、ぶつかるのみってこと？あ、いや、あの、横に回避できたり、止まるのができるじゃないですか。ピタッて止まれるんです、空中で。ああ、トンボはこんなして、はい、じゃあさ、このよく壁、あ、壁っていうか窓のさ、隅っこでパタパタしてるのは前にしか進めないからってこと？そうです。じゃあ、あなったトンボはどうなるの？もう弱ってるんでしょうね。ああ、いや、寂しいわね、そんなトンボ。でも何、この前にしか進めないから勝ち虫っていうの？まあやっぱりそうなんじゃないですか。あ、後ろに引けない、あ、後に引けない、行くしかない、行くしかない。縁起がいいんじゃないですか、それで。いいね、私と一緒だね、私と一緒だねって。私はたまに後ろ下がるけどね。タイルを立ってる感じですね、どちらかというもうなんか違う次元に飛んじゃうけどね、私。あの、でも猫もさ、後ろに下がれないとか言うじゃん。はい。でもあれ嘘だよね。そらちゃんめっちゃバックするんですよ。あ、猫は後ろ下がりますよ。でもなんか言いません？だから猫は後ろに下がれないから車に轢かれるとか聞いたことあるんですけど。いや、そうじゃなくてね、車に轢かれる理由はなんか飛び込む習性があるんでしょう、なんか追いかけて。あ、もう後に轢けないみたいな感じ。はい、動いているものに飛びついちゃう習性はあると思います。そっか。でもね、寂しいよね、悲しい。よくね、道路とかね。そうですね、いるとね。てか、大塚さんが、あの、私でよければって。なに、イケメン王子のイケメン王子の話ですよなるほどね、デート一緒にしますよと。なるほどね。でも沖縄にいないじゃん。まずとりあえずあれですね、そら豆ライブに来てほしい。沖縄にいないって言えば、そうですよ、あの、手の届かない感じ。あ、合ってるじゃないですか。本当だね、現実味のない王子様。現実味のない王子様イエーイ、お待ちしてまーすあの、ムーブのゴールドに乗ってます。飛び込んできてくださいあ、マスオさんが猫後ずさりするよねって。はい。うん、するよね。そうそう、あの、なんかさ、あれあるじゃん、あの、去勢した時とかにつけるカラーっていうの、あの、あの、襟巻きトカゲみたいなの、あれつけた時めっちゃ後ずさりしてた。あと、あれですよ、可愛かったよ。はい。あと、目を離さなかったら後ずさりしますね。目、目、どういうこと？目と目があった時に猫って固まるんですよ。あー、あれ戦闘モード、戦闘モードっていうか、あ、こいつなんだろう、俺見てるなみたいな感じで固まった時に、ずっと目離さないでじーって見てたら、ゆっくりこうやって後ずさりします。へー、じゃあちょっとそらちゃんで、試してみる。なんか、なんかいたずらしそうな時とかにパッて見て、うんうんうん、じーって見てたら確かに止まるよね可愛いんだなあ、そうそう、エリザベスカラーね。しかもあれもさ、なんであんな名前なの、エリザベスカラーって。
エリザベスからね、マスオさん、うん、調べれみたいな。しかも私シュプリームさんが僕も去勢しました、しまさしたした方がいいかもしれないね。僕はいつも去勢を張ってますけどね。はい、で大塚さん照れるなって嘘嘘ごめんなさいいや、それの方が失礼ですよ、嘘嘘ごめんなさいってそうね、いつも虚勢を張って頑張ってますね。ひどいなこの人は本当にリスナーに対してこんなこと言うんだ。あーあ、いやいや、あなたリスナーじゃないでしょえ、いや、まあ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 そうですよね。まあまあまあ、マスオさん、首に巻くの巻くものってカラーっていうよね。あ、そうなんだ。あ、そうですそうです、知らなかった、カラーって言うんだね。カラーって言います。あ、だからエリザベスはどっから来た、うん、エレガントな感じがするから、エリザベス女王みたいなエレガントな感じがするからじゃないですかあれしないよあれあの透明な、でもたまに可愛いやつあるよね。はい、でもかわいそう、重くないのかなって思いながらご飯食べる時もね、すごい邪魔そうにはしますけどねうん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 、大塚さんが、え、振られたのって、振られたのかな、何、大塚さんのことを振ってないよ、あの待ってます、あのムーブに飛び込んできてください埼玉から、まあ、振られたのは僕の方ですけどねいやいいね、面白い、てかもう21分だね。はい、なんやかんだね、いつも。そう、20分あっという間ですね。そうね、でもまださ20分で気づいただけいいと思わない、今日いつもね、たまに40分とか言ってるじゃん。それはさすがにあの僕もお手上げの状態ですねだあのね、私今日冷静なの、思わない、いつもより、うん、どうかなまあまあまあ、確かに落ち着いてる感じはありますけど、うんうん、あ、マスオさんが16世紀イギリスのエリザベス朝時代に衣服に用いられた左襟に似てるからってさって、やっぱそっから来てるんだ、エリザベス女王から、これとか、うんうんうん、これとかってことですね。あ、なんかね、巻いてるよね、あっちの人、はい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 、ありましたね、うん、1960年代にエドワード・ジェイ・シリングによって考案された、ウィキペディアより笑ありがとうございます、引用までつけてくれましたね。そうね、あ、そうなんだね。いや、なんかもう本当に優しいリスナーさんたちに囲まれて、私はそうですよ、幸せで、今日なんと15人も視聴していただいてますからね、ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう、そんなね、しかもね、エリザベスカラーでこんなにね盛り上がるとはね、はい、トンボからの、そうだね。ではここで一曲お届けしましょうか。はい、お願いします。めいちゃんさんからリクエストあった中から選ばせていただいております。はい、カルビン・ハリスという DJ さんの曲で、カルビン・ハリス・ブレイム。Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. なかなか止まらないから全然口ができなくて。Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.砂感じが完全に砂感じ。これ確かにちょっと恥ずかしいやつね。でもこれをね、ミスターにワンダーフォーゲルすすぎて。でもね、あの本番直前前のコスプレが可愛いよ。これちょっとおしゃれですね。ね、これをね、取り入れますか。
ビビーム、ビーム、おー、なんかあるかも。リーズってどこがバッグですか。目の玉に似てるから。あ、楽しみですね。CM どうします？何？1個残しておきます、一応。この前、割とギリギリになってたんで、2個つなげて、そのまま最後まで川柳で持っていくから。いや、考える時間が欲しいから。じゃあ、1回残しましょうね。あと1個です。40分、47分で戻ればいいのか。はい、じゃあ10秒前。5秒前。3、2、1。さらばめ川柳、始まるよ。猫の空と犬の豆。猫の空と犬の豆。2匹合わせて、空豆。今週の空豆川柳のお題は、先週に引き続きお祭り。先週ね、ちょっとね、下の川柳が多かったので、ちょっと今週はキュンキュンしたいなって思ってるので、皆さん、キュンキュン川柳よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、じゃあメールの川柳からいっちゃう。そうですね、メールのめいちゃんと、あとモーミーさんからも来てるんですよ。あ、なんかさ、さっきね、モーミーさんがスタジオにいたんですよ。はい、あの後ろ姿はって思ったら、太鼓持ったモーミーさんで、はい、で、お祭りだからね、川柳よろしくねって言ったら、あ、じゃあエロいの送ろうなって言ってたから、ちょっと怖いんですけど、ちょっとやばい。じゃあめいちゃんさんからいきましょうか。うん、あ、やっぱそうなのか。はい、じゃあまずめいちゃんさんからいきます。はい。お祭りで浴衣を着ていると綺麗だな。やっぱ浴衣だと綺麗なもんなの。やっぱりドキドキするじゃないですか。本当？あ、ねえ、今度来週じゃあ浴衣着てこようかな。制服3割増しみたいなこと言うじゃないですか。 あれと一緒ですよ。10倍増しぐらい。3割増しぐらいです。3割10割ぐらいだったら来週浴衣で ラジオ来ようかなと思ったけど。いや、3割でも上がるだけいいんですよ。いや、何を贅沢言ってるんですか。上がることに今日、まず、あ、上がるんだ、やったやってみようってところ。浴衣って着るの大変じゃん。大変ですけど、あ、いやいや、浴衣はそこまででしょう。いやいやいや、わかんない。いや、大変よ、多分。だからなんか、まあ、10倍ぐらい増すなら、はい、まあ、着る時間をかけて、はい、着る価値もあるかなと思ったけど、まあ、3割か、みたいな。今年は僕も浴衣デビューの予定がありますんでね。あ、ほんと？はい。ないない、ないすんの。まあ、いろいろとコーディネートをしていただくことになってるので、楽しみね。はい、楽しみです。はい、はい、じゃあ次行きたいと思います。めいちゃんさん、花火見てもっと綺麗、あ、違いますね。花火見てもっと綺麗な人目の前に。誰がいるのよ。あと1個、あ、あと2つあるんでちょっと待ってですね、はい、お祭りは男女合わせてパーティーだ。物語ね。お祭りで
ラブホかわいい、あ、かいわい、にぎわうね。おい、そういうの、そういうのなしと言ったよ、ね、なしと言ったよ、ほんまやで、行ったそばから、行ったそばからね、すぐ来るね。はい、じゃあちょっと心配ですけど、もみさんも行ってみますか。お願いします。浴衣着た、パンツは着ない、ブラブラでアウト夏祭り、女目当てのエコザエルいや、それは当たってると思うよ。これは間違いじゃないです。間違いないね、これは。間違いないです。浴衣着る、ハゲてるあなた一番よ自分のこともう一つですね、はい、浴衣見て、うん、妄想したら立ちました。おいおい、アウト。今のやつはこれですねまさに怖いわ怖いわ、このラジオ大丈夫、ま、18時31分17秒いいですか、今日はロマンチック目当てでお願いしますよ。そうだよ、言ったじゃん、キュンキュンさせてよで、もう一つメールできてるんですよ、はい、北のリスさんから、うん、では川柳いきたいと思います。お願いします。お祭りの花火のかけら見ていたい。へー、ロマンチックね。いいですね、かけらか、風流ですね。うんうん、浮かぶね。この前かけらが落ちてなんか事故になったらしいんですけどね。私さ、あの花火のかけら頭に落ちてきたことあるのよ。いや、めっちゃ熱いよ。いや、それはそうですよ、うん、めっちゃ燃えてるんですからめっちゃ熱かった。以上だからね、そういう思い出はあるんだよね。かけらって一応綺麗だけど、あ、浦添のね、某お祭りで、まあ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 トイレにみんな避難してました。まあそういうこともありますからね。ありますね。皆さん頭上にはお気をつけください。自己責任でお願いいたします。はい、そして、はい、メールは以上ですね。以上、はい、じゃあ、しかもさ、あの先週もね、一応いろいろもらってるんだよね。あの、そうですね。それでなんか一応何個かいいなって思ったのもちょっと言っといていい？はい、またお願いいたします。あのね、この高橋さんから来てたので一個なんか、あ、いいなって思ったのがあって、ちょっと持ち越し、はい、いくよ。はい。初恋も一緒に拾う水風船。なんか可愛くない？これいいですね。うんうん、素敵って思ってね、これ気になって、なんか情景が浮かびますね。そうそう、しかも水風船って可愛いなって思って、うん、そうそう、そんな感じよ。あとね、リスちゃんもない、なんかいいのがあったんだよね。あ、これいい？いくよ。家の恋、月星だけが目撃者。可愛くない？可愛いよね。でもね、お祭りじゃないみたいな、ちょっとパンチが弱いかなって気がします。どんなパンチだよ。なんかもうやっぱりこういう美しいのが好きなのよ、私は。さっきの方がなんか情景浮かびやすいな。あ、水風船、はい、なんかあの月星だけがっていうと、なんか他になんか情景が浮かばないので例えば、草木はないのかなとか、なんか誰ですか、寂しい場所なのかなとか。この人誰ですかすいませんね、ちょっと、もうちょっとだけ欲しいかなっていう気が少ししますそうなんだって。じゃあちょっとツイキャスも行ってみようかな、はい、いっぱい来てるね。はい、お願いします。じゃあ上から、雨男レイニーさん、3つ続けていきます。はい、お願いします。白い皿、山崎春のパン祭り。ひばりさん、それそれそれお祭りだ。観客があふれるフェスで僕迷子。どうですか？なんか評論家みたいになってるねパン祭りってあるの本当に？パン祭り、山崎パンね、あるのかな、どうなんですかね、うん、でもあれ確かになんかフェスで僕迷子っていいね、かわいいね行ってみたいですねフェスとかね。うん、じゃあ次行くよ、はい、マスオさん行こうかな。お祭りだ、8月2日はパンツの日。
おいということパンツ、あ、ほんとだパンツだ、8、2今日ですよ。ほんと今日パンツの日、みんな可愛いパンツ履いてますか？勝負パンツじゃああと1個いくよ、マスオさん。トンボ玉、照れ隠しに浴衣の君。トンボ玉で覗くみたいな。照れ隠しに浴衣の君、ね、あと1個ね、マスオさんがねやってたやつよかったんだよ。ちょっと探していい？ あった、もう一回言っていい？マスオさんと、はい、いくよ。トンボ玉、君と覗いた夏の海。可愛くない？これいいですね。ね、なんか覗いてるのが見えるよね。はい、でそれもあのこう覗いてるんじゃなくて、二、うん、人で一緒にこうやって一生懸命ちっちゃいの覗こうとしてる。可愛いね。そんなカップルいたらちょっと殴りたくなるけど目の前に実際いたら目の前にはちょっといないでほしいですけどね昔あれなんですよ、飛行機乗る前に、うん、あの福岡空港の飛行機 の, あの入り口、うん、あの真ん中に柱がある感じのところがあったんですよね、うんうん、カップルが手つなぎながら、うん、わざと引っ掛けてキャッキャしてたんですよ目の前で。殴りたくなるね僕もあって来たんですけど、僕以上に後輩が前にいて、そっちからすごい黒いオーラがわーって出だしたんで、一生懸命止めました。なるほどね。やめろやめろ、住みたちって。でもね、そうやって何反応しちゃう人ほどそういうことやるよね、多分自分の方がって感じがするよ。まあ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 、羨ましいだけですからね、うん、はい、え、しかもあのパン祭り有名じゃんって、山崎春のパン祭り。あ、そうなんですね。皿とかくれるやつ。そうなんだ、ちょっと勉強不足でしたね私たち、まあ、沖縄に山崎パンがありませんからね。あ、そうなの？ないじゃないですか。あ、なんかランチパックとか売ってないじゃないですか、ね、そうなの。沖縄は山崎パンじゃなく具志堅パンと沖子が主流やから。まあ、主流っていうか、まず山崎パンがないですからね。そうなんだランチパック食べてみたいですよ。うん、そうね。じゃあまた次、はい、行こうかな。大塚健二さん、行くよ。はい。照れてね、トンボに変身気づかれず、残念ってトンボに変身もしかしたら大塚さんだったの。ああ、あの飛び込んできたのは。そうなんでしょうね、まさかの。もしかしたらそうだったのか。ごめん、気づかんかった。普通にもうお母さんに取らせて、あの家の庭の草にポンって置いた。ひどいな。これこそあれじゃないですか、現実離れしたトンボになった王子様。王子様なんかあるよね、カエルになった王子様とかみたいな。マジか。もしかしたらゆきさんがそこで解放してあげたら、なるほどね、翌朝人間になってて、ジョニー・リップになってるかもしれないです。マジか、ちょっと今日見てみろまだほら動かないトンボだったからさ、まだいるかもしれないいやもういないよいないよ、もうそんなやつ。でもそれかも、なんか家帰ったら超絶イケメンの王子様がね、座ってるかもしれない。お母さんの隣にいるかもしれないですねあ、撮ってくれたから、はい、お母さんありがとう。ちょっと今期待にね、胸を膨らませて、この1週間ね、何か起こるかもしれないよ。ないです、ないですあるとしたら、あなたのお母さんに何かあると思います、はい、そうだねそうだねじゃあ、次行こうかなじゃあ、シュプリームさん、いくよ。はい。来年は密かに誓う別のこと。ダメでしょ奥様と言って、あの綺麗な奥様とね。じゃあ、そうですよね、ほんとよね。別の子じゃなくていいじゃん、一緒に行く人がいるんだからね。羨ましいですよ。ほんとよ、こっちは31年いないんじゃ。あ、ね、女の子とお祭りとか行ったことある？ねえよねえんだって。ねえよ。ねえんだって。ねえよじゃあまた引き続きスプリームさん。夏祭り、飛んで火にいる浴衣女子。まあそういう目で見るのね。まあでも結構火遊びされてる方も多いですからね。うん、女子も。女子も。そうね。まあいいんじゃない、もう夏だからね。はい。開放感あふれて。まあそういう時にね、うんうん、もしかしたら本当に一生ものの恋愛があるかもしれない。そうそう、それを期待しましょう皆さん、はい、今年は。じゃあまた行くよ、シュプリームさんね。今夜こそおっぱい祭り弾けるぜねえ、言ったよね。あのロマンチックなものでお願いします。キュンキュンさせてよ。
キュンキュンしたいんです。うん、おっぱいでキュンキュンしないよね。ここにいる30歳と31歳はキュンキュンしたいんです。ほんとよ、ね、実際にね行くことはないからね、妄想でね、はい、キュンキュンを。じゃあ次、函館さん行くよ。ありがとうございます。祭りだよ、一緒に行くのはトンボだよ。かわいい、これかわいくない？もう私トンボと行っちゃおうかな、お祭り。あのなんか紐つけてさ、風船飛ばしてるみたいな。ダメ？痛いか。まあそらちゃんと行こうかな。いや割と面白いと思いますただ心配なのは紐でやると途中でチョンってちぎれないかなって。なんか昔そういう人いなかった？なんかセミとかはよくやりましたね。うん、なんか虐待って怒られそうだね。今は怒られるでしょうね怒られるよね、絶対ね。ちょっと怖いですね、SNS がね、うんうん、トンボの歌作ろうかな、ね、いいんじゃないですか。ピーピーピー並みのなんかすごい風流なのを作ったらいいんじゃないですかあの前にしか進めないぜみたいな俺は前にしか進まないんだぜみたいな、ちょっと考えてみよう。頑張ってください。はい、じゃあまたシュプリームさんね。はい。いくよ。夏のように花火を見上げキスを待つ。ちょっとロマンチックね。シュプリームさんにしてはなんかおおってなるね。いいですね、うん。そんな時もあったのでしょうかね。こういうんですよ、うん。待ってるのは。本当よ。おっぱいちゃうよ。じゃあ続けてもう一回いくよ。はい。これなんて読む漢字？どれですか？糸目して、あのこれって言われても僕コメント見れないですからね今余裕ないですかね。糸…糸…はい、じゃあパス1でこれ、あの糸めるの、はい、糸…ちょっと待ってください。うん、探しといて。どこら辺ぐらいやりますね。下だね、あの一番最初だ、俳句の川柳の。あ、マスオさんの川柳見つけた。マスオさんのようね、先にいくよ。夏祭り、ホワイトベリーはどこ行った？確かに、でもどこ行ったんでしょうか。解散したんだっけ？してますよ、もう。ああ、そうなんだね。なんかソロで活動してるみたいな。結構前にですよ、それも。売れて数年してから、3年、4年ぐらいでは解散します。そうなんだね。僕たち高校生ぐらいの時には解散してないですかね。すごいなんかもう青春時代でしたね、あのホワイトベリーがあの夏祭りを歌ってる時って。あの歌を聴いてるときは可愛かったんですけど、うん、なんか、単体で見るとそうでもないな可愛いじゃん女の子はみんな可愛いの単体で見るとそうじゃないなみんな可愛いで、しっけしっけ、まあ冗談ですよ。浴衣着てね、いや面白い、可愛いですよ、うん。じゃあ、雨男レイニーさんがいっぱい川柳くれてるので続けていこうかな。はい、いくよ。給油のみんなで参加夏祭り、いいね。確かに高校の時かな、クラスの何人かで行ったな、女だけだったけど楽しかった。じゃあ次、友達とはぐれて2人の金、間違えた、もう一回行こうね。友達とはぐれて2人初デート、いいね。これいいですね。いいね、そういうことしちゃう。なんかやっぱみんなしちゃうのかな。みんなで一緒に、いや、あのみんなで一緒にいるんですけど、うん、たまたまはぐれて二人っきりになるっていう。いやいや、たまたまなわけがない、そんな最初から狙ってんだよ。いや、こういうシチュエーションってあるんですよ、実は。いやいや、なったことないくせに。いやあんのかよ。あ、割とですね、あのこういう運には恵まれてます。あ、そうなの、はい、それなのにちゃんと気になってることと、あの二人っきりになったりとかは割とよくあります。あ、あるんだね、よかったよかった。でもそういうのもないのかなと思ってちょっと心配しちゃった。失礼な。でもこれ素敵ね。俺だって持ってたんだぞ。らしいでーす。じゃあ今年の夏祭りも頑張ってください。ぜひとも。頑張りたいなー。はーい。じゃあまたレイニーさんのね。はい。かき氷、溶ける二人の緊張感。これいいよ。素敵じゃない？緊張も溶けるってことね。はぁ、これいいですね。いいね、いいね、キープキープとかいうじゃあ次また行くよ。はい。告白が花火の音で聞こえない、なんかあるよね、この
好きだよと重ねてバーンみたいな。は？何て言った？うん、いやいいよ聞こえてないならみたいなややばいねこのおじさんとおばさん、やばくない？大丈夫？30超えてこれでドキドキ。いや純粋なのよね私たち。そうですよ、はい、うんうん、あ今の高校生中学生と一緒に話せますからね、うん、そう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 いいね、はい、じゃあまた行くよ。横顔が小さくうなずき頬染める。やっぱ聞こえてたんだね、なんだかんだ好きって言葉が。ストーリーがありますね、うん、なんかつながってるよね。はい、で次最後、祭りから帰る家路手をつなぐ。これあれだね、全部ストーリーになってるんだね。ストーリーですね、すべて。はぁ、やるじゃん。いやこれはちょっと高度ですね。そうそう、今までなんか謎かけとかでなんか、はい、いろいろやってたけど、やっと川柳をね、やっと川柳を送ってくれましたね。素敵。いいね。ちなみに読めなかったのはどれですか？シュプリームさんの糸、これなんていうの、糸まして。あー、ですね、射的って、射的そうそうそう、射的です、射的ですよやばい。射的して、うん、あ、これ読みましょうね。いいよね射的して、射止めた的は恋心。これ結構いいじゃないですか。いいね、いいね。なんで読めなかったんですか、ね、射的やばい、私関係受けようかなもう企画で。どう思う？読めなさすぎじゃん、ま、毎週なんかちょっとびっくりする。お任せいたしますよ。あ、そうそう、メールでも一通来てましたね。あ、お願いします。じゃあ行きます。北のリスさんからですね、うんうん、花の日が空を彩る天の空。美しいね。ちょっと空が重なりすぎですかね。でもそういいじゃん、そらちゃん、そらちゃんみたいでいいじゃん花の日が彩り彩る天の空とかの方がもうなんかあれなってる、評論家なってる皆さん気をつけて。失礼失礼すいません、人の作品にあんまり言うことはダメですね。まあいいじゃないですか、もうなんかそれを風物詩にすればしかもみんながね、沖縄に山崎パンないのかって。そうなんです。そしてですね、北野さんもっといっぱい来てますよ。うん、ぜひぜひお読みくださいませ。はい、初恋も一緒に拾う水風船。あれこれさっきさっきあったよ、これ。これありました？これさっきあったね。ですよね。グランプリですねって書いてあります。恋人とひもくじ引いて赤い糸。人だったらいいよね。人混みが多くて迷子嫌だな。迷子にもいろいろありますね。わざと迷子になったり、二人で。そうですね、うん、迷子にね、ならないように手をつなごう。あ、つなぎたい。誰と祭りでね、うん、手をつなぐルールあるんだよ。あるの？迷子にならないように。ならないしかもさ、私あれなのよ、鳥目夜盲症わかる？あ、見えにくい。暗いとこで全く見えないんですよ。あ、そうなんですね。だからぜひともお祭りとかね、明かりのないところでは手をつなぐか、もしくはおんぶしてほしい自分は暗いとこ得意なんですけどね本当？だからお化け屋敷とか一人で入れたりです。無理。 お化け屋敷とかまず暗すぎて幽霊すら見えないっていうね。あ、暗いですからね。暗いか、もう足、そうそう、まっすぐ歩くことに意識がいっちゃう。だからこの、そう、私夜盲症で暗いとこ見えなすぎて、なんか一人で歩いてるとなんか溝とかに向かって歩いてるんですよ。で、下水道に落ちたことがあって、あの、何あれ、なんていうの、あれなんていう、ちょっと穴が開いてるやつ、なんていうの、あれ道にあるじゃん、水が通ってるやつ。あ、排水口。排水口みたいな、そうそうそう、にハマった。めっちゃびっくりした。で、気をつけてください。足泥まみれ。じゃあ、あと2つあるんでね。あ、お願いします。2人でね、うん、手をつないだ後は花火見る。うん、いいね、やっぱ手つなぎたい。手つないでないね
花火見て目と目が合えばチューをするもうなんかそのままやん。やっぱいるのかな。でもまあそういう方も周りにでもいっぱいいる、まあ、人がいないとこだったらいいけどね。まあまあまあそんなね夏祭りにすることができるのでしょうか。いや別に人がいてもいいんですよ。別に周りが別に気にしてないんだ。まあみんな花火見てるからね、はい、いいかもしれない。いいですよ。じゃあツイキャスのも行ってみようかな。はい、お願いします。はい、ねナルトラさん、夏の恋、花火のようにすぐ消える。消えちゃうの。ひと夏の恋ってやつね。じゃあ次、大塚さん、夏祭り、仲間とはぐれて二人きり。これはもう確信犯ね。やっぱみんなやっちゃうんだね、うん、じゃあ次、シュプリームさんね、夏祭り、あなたの心、夏模様。なんかシュプリームさんらしくないね。うん、まあでもそこで、いいですね、株が上がるね。じゃあ函館さんね、いくよ。夏祭り、トンボのメガネは遠視だよかっこカップルを遠くで眺めてる勇気そういうこともあるよね。うん、しかも大塚さんが分かりました、おんぶしますって。よろしくお願いします。重いよじゃあ一旦 CM 行きましょうか。はい、じゃあ一旦 CM でーす。猫の空と犬の豆、5秒前、3、2、1。はい、では皆さん、ちょっとね先週と今週引き続きお祭りっていうあのお題だったので、先週バージョンと今週バージョン一個ずつね、空豆大賞発表したいなって思います。じゃあ先週のね、まず空豆大賞は初恋も一緒に拾う水風船、高江須さんでございます。本音ラジオの聞いてるかな今日。高江さんはね、じゃあもう9月のね空豆ライブに強制参加ということで。強制参加で、はい、お願いいたします。お願いいたしますそして今週の空豆大賞はデルル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 ン、かき氷、溶ける二人の緊張感、イエーイ、雨男レイニーさんです。これはね美しいよね、いいよね。まあストーリーになってましたからね。そう全部良かったしね、まあ、やっと千里送ってくれたってのもあるしね。はいね、溶けるかき氷が溶けるのと緊張感がね溶けるのはね、やっぱ緊張してるじゃん夏祭りって。そうですよね。デート多分ね、あの好きなこと行くならそれをね多分ね、かき氷食べながらねキャッキャしながらで、ね、ちょっと食べさせてよとか言いながら緊張もほぐれていくんだろうね。やばい、素敵じゃん。ちょっとそれやってみよう。そうイエーイって。あレイニーさんは沖縄住みですかね。本土だったと思います。じゃあぜひあの9月1日
あの浦添市のライブカフェジュライで、あのそら豆ライブありますので、無料ご招待いたしますのでお越しくださいませ。交通費は実費です。あ、東京ってレイニーさん。お待ちしております。シュプリームさんが高い罰ゲーム。だから罰ゲームじゃないのよ、豪華ね、副賞景品。今週もね、楽しく皆さんで、はい、おしゃべりしましたね。ありがとうございます。あ、来週どうする、川柳のお題。あと20秒ですよ、うん、どうする、どうする、どうする、なんか花火、花火で。あ、でも続くからダメですね。青にしよう、青、青、そうそう、私のね、青いリンゴから来てる。じゃあ青で、青ね。来週またよろしく、ありがとう。